欢迎来到欧西读里的频道，这个频道主要分享日文教学、时事观察和阅读笔记，欢迎订阅并分享。早上三分钟学会十句日语绘画系列，要和大家一起利用早上的时间轻松学会十句日语绘画，有效提高日文绘画能力。接下来就让我们马上开始吧。生日时送花当礼物，誕生日には花をプレゼント。誕生日には花をプレゼント。老家附近有家花店。実家の近くに花屋があります。実家の近くに花屋があります。遍地盛開的油菜花。菜の花が一面に咲いている。菜の花が一面に咲いている。郁金香很快就会开花。チューリップは間もなく咲く。チューリップは間もなく咲く。樱花开花了。桜が咲きました。桜が咲きました。牵牛花是夏季代表性的花卉之一。朝顔は夏を代表する花の一つです。朝顔は夏を代表する花の一つです。到了向日葵盛開最好看的時期。ひまわりの花が見ごろになりました。ひまわりの花が見ごろになりました。为秋天带来绚丽色彩的菊花季。秋に華やかな彩りをもたらす菊祭り。秋に華やかな彩りをもたらす菊祭り。拍了波斯菊的照片。コスモスの写真を撮りました。コスモスの写真を撮りました。梅花种类繁多，有赏花的梅花，也有吃果实的梅花。梅といっても、種類や品種は様々で、花を楽しむものや、実を楽しむものなどあります。梅といっても、種類や品種は様々で、花を楽しむものや、実を楽しむものなどあります。以上就是这集的内容，若您喜欢，欢迎订阅并分享欧西读里的频道，您的支持是我们继续下去的动力，谢谢。